ラドカ・トネフは、ノルウェーのジャズ歌手である。ブルガリアのフォークシンガーで、パイロット、ラジオ技術者であるトニー・トネフの娘。彼女は、オセロで生まれ、ランベルツェッターとコルボンで育った。彼女は、今でも、ノルウェーで最も偉大なジャズ歌手の一人とみなされている。トネフは、ノルウェーのジャズの歴史において、非常に特別な地位を占めている。 適度でありながら強烈な表現とこだわりのミュージシャンシップで多くの人々に深い印象を与えた。彼女の非常に個人的で独創的な資質は、ブルガリアでの父親の音楽的な遺産からの影響と、とりわけジャズやロックからの様々な影響を組み合わせることで、ノルウェー国内外における歌手たちのビーコンとなった。彼女は、オスロ音楽院で音楽を学び、ジャズロックバンド、 ユニスで演奏した。また、ラインナップを変えて、彼女自身のラドカトネフクインテットを手に入れた。そこには、アリルド、アンデルセン、ヨンバルケ、ヨンエベルソン、ヨンクリステンセンなどのミュージシャンたちが在籍した。1979年からは、スティーブ・ドブロゴスと共演するようになった。1980年に彼女はオレ・パウスの歌曲、パーケンで、 ユーロビジョンソングコンテストのノルウェー全国決勝に参加した。トネフは1977年アルバムウィンターポエムでベストボーカル部門におけるスペルマン賞を受賞し、1982年にノルウェージャズ協会のバディ賞を受賞した。後に設立されたラドカトネフ記念賞はアルバムフェアリー・テイルズとライブ・イン・ハンバーグのロイヤルティで作成された基金に、 基づいている。彼女はベーシストのアディルド・アンデルセンと数年間にわたって暮らしていたが、彼女が亡くなった時にはジャズドラマーのアウドゥン・クレイブと関係していた。トネフの伝記は2008年に出版された。トネフはブルガリアにルーツを持ち、オスロのランベルゼッターとコルボンで育ち、ノルウェーのジャズに深い痕跡を残した。2011年11月に、 モルゲンブラーデガミが実施したノルウェーのミュージシャン投票で彼女の1982年のアルバムフェアリー・テイルズは史上最高のノルウェーのアルバムに選ばれた。トネフは1982年10月21日にオスロ郊外ビグドイの森で死んでいるのが発見された。睡眠薬の過剰摂取による自殺とされている。ありがとうございます。